オフィスシオン FM しきたりアカデミー。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがもしも相談室として皆様からの疑問やご質問にお答えいたします。本日のご質問は次の通りです。遺体搬送する場合、遺体を搬送する場合、死亡診断書の携帯は必要でしょうか、といったご質問です。お答えは、実際に遺体を搬送している途中に検問や事故にあった場合、死亡診断書があれば、その遺体が事件に関わるものでないという証明になりますので、携帯している方が良いと言えるでしょう。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からの質問やご意見、ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には、葬にまつわる体験談集時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。そしてもう一つ、グリーフケアの第一人者橋爪健一郎さんの著作、お父さん葬式はいらないって言わないでもプレゼントしています。本をご希望の方は本希望と添えてください。ご意見、ご感想、そして本希望の方は住所氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスの場合は074224-8422 074224-8422、 そして郵便の場合は郵便番号 630-8334 奈良市西の新屋町43、郵便番号 630-8334 奈良市西の新屋町43、いずれも奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは 074224-8415 074224-8415 奈良 .fm へお願いいたします。本日はもしも相談室として皆様からの疑問やご質問にお答えいたしました。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。